ちは。ちょっと今日雨がすごく降っちゃったんで、外で実験ができないので、前回動画に上げた温度センサーの値をですね、ラズベリーパイで測って、それを携帯でグラフ化するっていうのをやったんですけれども、それのちょっと応用編ということで、この今まで使ってたこのセンサーですね、これをですね、3本に増やしまして、こいつを同時に、取り込んで、3点の温度を、同時に測あのスマホで見れるようにしたいということをやってみたいと思います。で、今回は、プログラミングの方はちょっと一人じゃちょっとなかなかできないんで、工作の方だけね、やっておきたいなということで、今回ね、ハンダゴテセットみたいなのを買いまして、これを紹介しながら、このラズベリーパイとこの3つの温度計をくっつけて、データが吸い上げられるかっていうのを、ゴールとして試してみたいと思います。ハンダ付けとかですね、そういったものに必要なキットを、詰め合わせセットを買いました。これ結構、しっかりできて、これいくらだったかな、3000円ぐらいだったと思うんですけど、では開けてみたいと思います。こんな感じですね。こんな感じか。なるほどなるほど。これがハンダゴテですね。で、これがハンダの、ハンダゴテを置く台ですね。これは何だろうな。これは多分、電気のテスターってやつかな。テスターってやつだと思います。ちょっと後で開けてみますけど。と、これがハンダですね。で、これなんだろう。これわかんない。ちなみにこれ、ハンダ吸引器みたいですね。ハンダを吸い取るらしいです。で、まあこの配線の通り、ただ配線を束ねて、くっつけるだけなんで、あんまりこの細かい配線のところは解説しませんけれども、こんな感じで作ります。いくら、仮止めとはいえかなり大雑把なのがちょっと見て取れるかと思いますが、最初はいつも私こんな感じです。で、動くようになったら真面目に作るって、真面目に作る機会はそんなないんですけど、で、この黄色いビニールのカバーをちょっと取りたい時に、ハンダで溶かしてから抜くっていうね、裏技を編み出しました。なんでいいのかな。一応このね、めちゃくちゃな、感じで配線をつなぎまして、これ3つ束ねてね、こういうふうにくっつけて、それぞれの、この、対応する入出力のところに挿して、それでちょっとやってみます。こうか。これを、やるとですね、こういうふうに、3つのセンサーですね、1、2、3、これが、3つ、心のこのですね、3つのセンサーが、ちゃんと認識されてると、いうことになりますね。で、実際に温度を取り込んでみますか。ここだっけな、これかな。これやりますと、ほら、これがですね、18度、
18.1 度、 18.3 度、 18.4 度みたいな、ちょっと誤差は多少あるんですけど、で例えばこれをちょっと、ね、温めて、ちょっとこう握ってですね、温めます。ほんで、同じことをもう一回やってみますか。よいしょ。 18.0 度、 18.3 度、 26.9 度ということでですね、まあこんな感じでいいのかな。ちょっとこれ全部握ってみようかな。こう全部握って、なんだっけ。うん、そうですね。まあ、それぞれ、26度、25度、29度って感じで、温度がそれぞれちゃんと取れてるということが、分かります。まあ、このように、見ての通り本当にド素人の、おっさんがですね、電子工作とかプログラミングとか、まあ、これからも、まあ、外の実験も楽しみながら、その DIY と、ね、IoT をこう融合するような、そんなことができたらなと思ってます。以上です。お疲れ様でした。